イヌクティトゥット語、イヌクティトゥット語、A、イヌクティトゥット言語表記は、カナダのエスキモー系民族のイヌイットにより後半に、話される言語である。言語名の意味は、イヌイットのように。カナダ北部のほとんどの地域に和者が存在する。具体的には、高木限界以南、ニューファンドランドラブラドール州、ケベック州を中心に、マニトバ州北東部、ヌナブトジュン州、 ノースウェスト巡州で話されている。また、以前は、ユーコン巡州の北極海側でも話されていた。イヌクティクット語は、ヌナブト巡州とノースウェスト巡州で、公用語となっている。また、ケベック州のヌナビク地域では、法的に使用が承認されている。これは、ジェームス湾及び、ケベック北部協定によるもので、文字を含めてフランス語とイヌクティクット語の、 学校教育が実施されている。同様に、カナダの連邦政府とニューファンドランドラブラドール州との協定批准により、ラブラドル半島のイヌイット地域であるヌナツヤブとニューナッツキャベット地域でも法的に使用が承認されている。カナダの簡素な人口統計によれば、約3万人のイヌクティクトゴア社がカナダ国内に存在すると推定される。この数値は、 イヌイット居住地域外の約200人の和者も含んでいる。グリーンランドやアラスカを含むイヌクティクット語とイヌイット諸語の関係についてはエスキモー諸語を参照。イヌイットの生活圏は大変広く、イヌクティクット語には多種なような方言と派生語が存在する。カナダノースウエスト順州のイヌイットは自分たちをイヌービアルートと呼んでいる。彼らのほとんどは イニュービアルート居留地域に住んでいるが、マッケンジーガー北部の一部、ノースウェストン州とユージュン州の北極海沿い、バンクス島、ビクトリア島の一部にも住んでいる。また、北極海の遠い島々にも不規則に住んでいる。ノースウェストン州のイヌイット諸語の派生後は、しばしばイニュービアルークトンとして、イヌクティクトコと共に扱われるが、それは誤解を招く。 不適切なものである。イニュービアルート族の話す派生語は、次の3つの別々の方言を包含する。イニュービアルークトン方言は絶滅の危機にあり、英語が近年コミュニティの共通言語となっている。ノースウエスト順州におけるイヌクティクット語使用状況の調査は様々だが、いずれも使用状況に勢いがないという点で一致している。イニュービアルートカルチュラルリソースセンターによれば、 4000人のイヌービアルート和者のうち10%はイヌクティット語のどんな語形も話し4%が家で飲みイヌービアルートを話しているという英語2001年に行われたカナダの統計調査報告はわずかだが良い結果を示している自分はイヌービアルートであると申告した人口3905人のうち765人が自分は イヌービアルート方言話者であると申告している。しかし、この地方でのヒーヌイット居住者の多さと、イヌービアルート方言話者の減少、共通方言の不足を考慮すると、ノースウエスト順州における、イヌイット諸語の将来は、暗く見える。ヌナブト順州は、地理学的に、イヌイット生活圏としては、カナダで最大である、グリーンランドの居住に適さない、アイスシールド地域を除くとしても、 大陸だけでなく、大きな川やハドソン海峡を含む海峡にへがてられた島々、年の一部は凍っている海洋エリアも含まれる。このため、居住者の方言に大きな多様性があることは驚くべきことではない。ヌナブト巡州の基本法では、公用語は英語、フランス語、イヌクティクット語、イヌイナキッチェン方言の四つと定められている。しかし、 イヌクティトゥットコとイヌイナキッチェン方言は別の言語として規定されているものの、州の方針はこの二つの区別について曖昧である。イヌクティトゥットという単語は、しばしば両方を表すものとして使われる。イヌクティトゥットコ話社の人口分析は、ヌナブト巡州において特に多数を占める。ヌナブト巡州には2万4千人のイヌイット居住者がおり、彼らのほとんど、 2001年統計によれば80%がイヌクティクットモア者である。この人数には3500人の単一言語使用者を含む。同2001年統計データによれば、高齢者に比べ若者のイヌクティクット5支率は低いが、カナダ全体で見るとイヌクティクットモア者の減少傾向が停止しており、ヌナブト順州においては増加を見せている。 ケベック州はおよそ1万人のイヌイット居住地で、ほぼ全員がヌナビク、ヌーナビッチ地域に住んでいる。2001年の統計では、ケベック州内のイヌイットの90%は、イヌクティット語を話すことができる。ヌーナビッチ方言は、サウス・バフィン方言に近い関係にあるが、同一ではない。理由として、ヌーナビッチとヌナベトには、政治的及び物理的距離がある。 ヌーナビッチは、他の地域と違い、個別の政府と教育機関を持っている。結果として、他の地方で育ちつつある独立した、イヌクティクット語方言を標準化することにもなっている。ヌーナビッチ方言では、イヌクティクット語は、イトナットトゥットと呼ばれる。この方言自体は、時キオリタラミチャット、または、トクロミチャットと呼ばれる。ニューナッツキャベット方言。 ニューナッツキャベミチャット、政府文書では時折、ラブラドー・イミチャットとも、は、ニューハンドランド・ラブラドール州のラブラドール地方、北部のみで話されている。明確な気泡を持っているが、これは1760年代、グリーンランドのモラビア教会から来た、ドイツ人宣教師が考案したものである。この、他のイヌクティクットこと異なる気泡と、ニューナッツキャベットと他のイヌイットコミュニティとの距離が、 独特の異なった方言を形成する要因となった。この方言では、彼ら自身の方言を、イトナットットと呼んでいる。ニューナッツキャベットノア社がいる地域では、イヌイット人口を4000人以上と主張している。しかし2001年の統計では、自分をイヌクティクット・ゴボゴア社と認識しているのは550人のみ、と報告されている。特にナインの町で顕著である。 ラブラドルにおいては、イヌクティクット語は危機に瀕していると言える。ニューナッツ・キャベット方言はまた、世表によれば、西部イヌクティクット方言に近く、和舎がリゲレット地域にいると言われている。しかし、1999年の新聞報道では、その地域での和舎は、老人3人のみであった。イヌクティクット語のカナダ東部方言は15の死因と3つの母音。 それぞれ超音と単音があるを持っている。死因は、超音部位では良心音、歯茎音、高光外音、軟光外音、光外水音があり、超音方法では、無性破裂音、有性継続音、有性微音がある。さらに、無性摩擦音もよく使われる。ナツエリンミチャットでは、原子イヌイット処後の影響を受けた形跡が見られる。ソリジタ音が見られる。イヌイナキッチェンでは、 とはに統合される。すべてのイヌクティクット語方言は三つの基本的な母音しか持っておらず、長母音と短母音を音音論的に区別する。イヌキンガジャット、すなわち、ヌナブト順集での標準ローマ字記法では、長音は、重母音として表記する。他のエスキモアレウト語族のように、イヌクティクット語も非常に豊富な形態論システムを持っている。他の言語との違いで、 最も成功している部分は、事態を表す記号が形態素として加えられていることで、ある。例えば英語のような言語では、同じことを表現するのに、いくつかの単語を必要とする、公着語と方言語を参照。すべての単語はね、形態素ルートモーフィームで始まり、他の形態素が、設備字として添えられる。イヌクティクト語は100語以上の異なった、設備字を持っており、 いくつかの方言では700語近い。幸運にも学習者から見て、この言語は非常に規則的な形態論を持っている。とても複雑なルールもあるが、その複雑さの程度は英語やインドヨーロッパ語族ほどではない。イヌクティクット語は方言、地域、さらに歴史的、政治的要因に起因して、いくつかの異なる気法を持っている。 イヌークティクト語の記法を最初に始めたのは、前述の通りラブラドルに来たモラビア宣教師たちである。彼らは、グリーンランド語とラブラドルで使われていた方言に、文字クラを加えて、ローマ文字アルファベットによる記法を開発した。このグリーンランド方式は、ラブラドル方言独特の記述のため、カナダ先住民記法を基礎に、近年根本的に改良された。 ヌナブト順州の西部とノースウエスト順州では、犬イイナキッチェンをローマ文字アルファベット記法で書き表している。これは19世紀末から20世紀初頭にかけて、この地域に到達した宣教師の影響を大きい。カナダで使われているイヌクティッットの文字、カナダ先住民文字は、1870年代にイギリス人宣教師のエドモンド・ペックが、 クリー文字を元にして考案したものである。1970年代に、カナダイヌイット文化協会、イヌイトカルチュラルインスティチュートインカナダは、カナダイヌクティトゥット記法を用いた。アラスカのイヌイット、イヌービアルート、イヌイナキッチェン和社、グリーンランドのイヌイット、ローマ文字を使うラブラドルのイヌイットは、それぞれ別の記法を用いている。イヌクティトゥット文字表は、歓迎通り、字音表。 調べーとされていたが、これをアブギナとする意見があり、いくつかのシーンが文字として認識された。すべてのイヌクティクット文字はユニコード3.0文字セットに収録され、利用可能になった英語を参照。ヌナブト巡州政府はピジョミックフォントをトルータイプ形式で提供している。これはバンクーバーに拠点を置くチロタイプワークス社がデザインした。 小説やイヌクティトゥットのテキストの例は、イントラダドリーイヌクティトゥットやイヌクティトゥット、リングウィスティックス法テクニクラッツで読むことができる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。